チガチです。冷凍 OK。 はい、やってみました。この冷凍チャンネル、このチャンネルはですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭でできる簡単便利で美味しい冷凍テクニックなんかをご紹介しております。で、今日はですね、何をやるかと言いますと、食品を一気に冷凍、急速凍結機のトンネルフリーザーを徹底解説です。はい、ありがとうございます。冷凍食品を作る上で、本当に重要な機械設備っていうのがですね、急速凍結機ですね。で、これがですね、食品を急速に素早く凍らせることで、そのものの美味しさを保てるということでですね、本当に冷凍食品でも本当に重要な設備かなと思います。で、その中でも、その急速凍結機の中でもですね、今回はそのトンネルフリーザーというものを紹介したいと思いますね。で、トンネルフリーザーっていうのは、食品がコンベヤーで流れていって、トンネルの中に入って出てくる時にはもう凍っているっていう、これ想像つきます皆さん。はい、今日はですね、それを実際の機械をお見せしようと思います。で、今回はですね、高橋ガリレーの、食品工場研究室に、来ております。で、今日はですね、解説していただくのが、こちらの方になります。どうも、高橋ガリレーの片山です。冷凍 OK。 はい、ありがとうございます。これがずっとやりたかった。これやりたかったんです、はい、今日はこの冷凍チャンネルに来ていただきありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます、来ていただき。、はいはい、で、今日はですね、もう本当にこのトンネルフリーザーっていうものがなかなか見たことない方多いと思うんですけども、その実際の機械をですね、見せていただくということで。そうですね、はい、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。よろしくします。レッツゴー。レッツゴー。じゃあ、はい、ということでね、この白衣にも着替えてこのとある一室に入ってきたんですけども、ここは何なんでしょうか。こちらはですね、そのガリレーグループ本社のね、ビルの中の1階にありまして、ミラボというラボなんですよね。はあ、未来のラボで、ラボでミラボって言うんですけど、ここにはですね、実際にですね、トンネルフリーザーが何台も置いてまして、ここで実際お客様に来てもらって、そういう凍結テストとか、そういった食材テストができるのがこのミラボの、名前になってますね。はい、もうすごいね、いろんな機械が置いてあってね、すごく面白いんですね。特にですね、トンネルフリーザーっていうものがですね、冷凍食品の工場に行くとですね、かなりの確率でトンネルフリーザーっていうものが置いてまして、で、私も全国いろんな冷凍食品の工場を回ってるんですけども、やはりトンネルフリーザーが置いてあるってことが多いんですね。ただ、そのトンネルフリーザーもですね、なかなかこういった映像とかですね、写真で映らないことが多くてですね、実際もう食品工場、冷凍食品の工場に設置されているので、そこを映すことができないってことが多いんですが、今回はですね、特別にこの工場に設置される前のトンネルフリーザーというものを、しかもじっくりじっくりと見てもいいんですか。今日はもうゆっくりじっくり撮っていってください。ありがとうございます。これはすごい貴重な映像なんで、ぜひね、楽しみにしてください。もう実際にこれがトンネルフリーザー、こちらですね。そうなんですよ、めちゃくちゃでかいですね。そうなんです。これがもうね、長いやつやったらもう何十メーターあるやつもあるんですよ。そうですよね、この奥にも続いてるんですけど、これ、私は身長以上の高さがあるっていうことで、普通の、もしかしたらね、普通の冷凍庫を想像された方もいるかもしれないですけど、もうその一角でかいんですね。トンネルになってるからトンネルフリーザー。トンネルになってる。あ、分かってました。ここがトンネル。そう、入り口ですね、トンネルの、はい、ここに、はい、これが商品を凍結する前にここに入れて、で、出てきたら凍結できてる。はい、そうです。で、本当に冷凍食品の工場にはよく置かれてるんですけども、稼働してない状態でじっくり見させてもらえるってことはなかなかないんで、ここだけですよ。ここだけで、ここだけですよ。はい、ありがとうございます。特別ですよ今日は。特別に、はい、ありがとうございます。それではね、早速このトンネルフリーザー紹介していただきたいと思います。で、これまずここに、はい、で、こういった形でロゴもですね、こういってありまして、上にガリレーって書いてまして、で、この T と M に見えると思うんですけど、これが、高橋マシナリーで TM という形になってます。で、下の方にトンネルフリーザーって書いてますけど、これが、高橋ガリレーの商標登録にもなってるやつですね。はい、なるほど。このね、マークはですね、僕も工場で、冷凍食品工場行った時にはもうしょっちゅう見てますね、このロゴ。そうですか。結構ね、いろいろこのマークありますもんね。そうですね、はい。で、実際には、ここですね、ここが今入り口部分なんですけど、はい、入り口部分からこの、凍ってない食品がここを通っていくと。そうですね、ここに凍ってない食品を置いて、出口の方で凍ったものが出てくると、はい、いうことですね。そうですね。で、これが、実際動いてない状態で、こうやってしっかり見れるっていうのも本当に珍しいですね。そうですね、はい。で、これが入り口部分、今こうなってましたけども、この横側の、部分ですね、
で今日はですね、もう特別にこの横の部分も、まあ、扉を開いてですね、見せていただけることになりました。こういう感じになってます。はい、こんな感じになってます。実際ね、こういった形でガバッとこう開けれるのもすごいメリットだと思います。なのでこういったね、掃除とかもしやすくなってます。ということでね、まあ、実際この横側の中身を見せていただきました。はい、めちゃめちゃ機械がいっぱい中にもありますね。そうなんですよ。で、まあ、この辺がですね、こうクーラーがあってですね、これ実際庫内温度がマイナス35度とかマイナス40度ぐらいの設定にしてですね、で風で凍結する、これがエアブラスト方式というフリーザーですね。はい、まあ、急速凍結にもですね、まあ、いろんな凍結方式ってあるんですけども、まあ、このエアブラストっていうものが、やり方がですね、結構一般的な主流のやり方になるんですね。でそれが今おっしゃった通り、低い温度でしかも風を当てるっていうことですね。まあ、よく皆さんこの急速凍結っていうとですね、勘違いされてるんですけども、低い温度の、まあ、部屋とか より冷凍庫に入れておけば急速に凍る、温度が低いってことが急速凍結だと思ってる方もいるんですけども、まあ、実はその低い温度プラス風を当てるってことでより早く凍らせる、これが重要。そうなんですよ。やっぱり冬でも風の強い時の方がやっぱ寒く感じるじゃないですか。はい、あれも食品も同じことが言えるかもしれませんね。そうですね。だその風も当てるってことがすごい重要ってことですね。はい、で実際中がまあこうなってるわけですね。これがですね、そのクーラーになってまして、ここの、まあ、この庫内温度がマイナス35度の、まあ、冷たい風をですね、ここのファンから吸ってですね、でそこのクーラーで熱交換をさせてですね、冷たくなった風をですね、でこのですね、ノズル上下についてるんですけど、こちらからその冷たい風を、当てると、それの風のスピードがですね、風速18メーターの風が上下から出て、その食品をですね、早く凍結するっていうのがこのトンネルフリーザーなんですよね。うん、でこれはスーパージェットタイプと言います。上下から冷やすことで、もう本当により早く冷えて、より早く凍らせることができるということですね。まあ、トンネルフリーザーなんですけども、まあ、ここから入り口から入った食品がこう通っていく間に、まあ、凍らす、どんどん冷えて出ていくときには凍っているという状態なんですが、まあ、今日のこの機械は、はい、これ7メートルぐらい。そうですね、これは実際、ね、テスト機なんで7メーターぐらいなんですけど、実際のお客様に導入させてもらってるやつとか言ったら、まあ、もちろん10メーター、20メーター、30メーター、40メーターぐらい、これまでありますよ。そうですね、だこれでも結構十分でかいんですけども、これも全然ちっちゃいものってそうです、そうです、はい、もっと長い40メーターぐらいのものもあると。そうなんです、生産量によってやっぱね、違うってくるじゃないですか。そうですね、それだけ大量のものを一気に凍らせるってことは実現できるのがこのトンネルフリーザーですね。まあ、このトンネルフリーザーなんですけども、まあ、結構形も大きいと思うんですけど、まあ、大体これ費用っていくらぐらいするんですか。まあ、基本的にトンネルフリーザーってほとんどがオーダーメイド品なんで、だからまあ何百万ってことはないんですけど、うん、千万ですね。うん、千万。何百万ってのは安い。何百万ではできないですから、うん、千万ですね。うん、千万。だからもう本当に何百万ってのは安いっていう意味で、そういう意味です。はい、もうそれよりもっと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 、あれ正直何十メーターやっぱそういうのってもうね、うん、奥を超えてくるのももちろん仕様によってなんですけど、はい、そういったものもあります。はい、だからまあ冷凍食品工場ではこの運千万もしくは億単位の急速凍結機トンネルフリーザー使って、まあ、凍らしてるから、だから効率的にお値段もねこう安く作れているっていうのは、そういった理由もありますね。そうですね。でこれが出口っていうことですね。そうなんですよ。ここからキンキンに凍ったですね、食品がこっから出てくるということですね。はい、じゃあ実際に商品を凍らしてみましょうか。はい、お願いします。もう一回いきます。ということですね、実際に凍結させていきたいと思いますが、まあ、こちらの先ほどとは違うトンネルフリーザーになります。このコンベアの部分がちょっとさっきと違うと思うんですけど、これは何ですか。これはですね、実際ですね、海産物とかそういったですね、普通のトンネルフリーザーやったらメッシュのベルトになってるんですけど、これはメッシュのベルトじゃないんで、そういった牡蠣とかですね、ホタテとかそういったものはですね、やっぱメッシュの跡が残るとやっぱ商品価値が落ちるじゃないですか。それをですね、メッシュ跡が残らないタイプでこういったスチールベルトになってます。これも実際上から風速18メーターの風が当たるんですよね。下からノズルがありまして、それもこの板を完全に凍らしてしまうというようなやり方ですね。なのでこういったですね、魚とかやったら綺麗にメッシュ跡が残らず凍結できるんで、今からこれを凍結したいと思います。今回このかなり大量の鮭を用意していただいてますけども、ま
まあ、工場でいうとまだこれでも少ない方で。そうですね、これ実際30匹ほど今回凍結したいと思います。これだけの量がもうすぐに大量に凍らせられるということですね。そうなんですね。実際中こんな感じになってます。綺麗にカチカチに凍ってますね。もうカチカチですね。カチカチですこれが12分ぐらいで。そうなんですよ。なのでこういったカチキで綺麗な裏面も綺麗に、メッシュ跡もついてないですね、このスチールベルトだったら、うんうんうん、こういった形で30枚の、鮭が一気に12分で完全に凍結できましたね。トンネルフリーザーにもまだ違う種類のものがあって、で今回こっちのトンネルフリーザーはですね、 IQF 専用のトンネルフリーザーになります。ちなみに IQF って何ですか？ IQF っていうのはよくバラ凍結と呼ばれてて、まあ、チャーハンだとかミックスベジタブルとかニンジン肉とかそういったバラバラの冷凍食品であるじゃないですか、はい、あれを作る専用機ですね。専用機ですね。結構冷凍食品でもバラバラに凍ってて、まあ必要な分だけ取り出して使うっていう使い方はすごく便利ですけども、あれ一個一個の粒が全部バラバラで凍ってるじゃないですか、まあ、それを使うための作るための、まあ、IQF っていう特殊なソースになるってことですね。はい、それがこのトンネルフリーザーなんです。はい、まずこの IQF のですね、トンネルフリーザーはですねこちらになります。で内部の構造なんですけど、まず中のコンベアが2段になってます。で一番上のコンベアで、まあ、表面をまず表面凍結させるわけですね。でその2段目のコンベアでそこで積層してあげるということです。そしたらもうここで表面凍結されてるんで、ここの、コンベアではもう重ねていっても、ひっつくことがないんで、出てきた時には IQF バラ凍結ができてるということです。してるっていうことじゃないんですね。そうなんですよ。なのでこうコンベアを2段にして表面をまず凍らせてあげて、表面が凍結してここの2段目のコンベアで芯まで凍結してあげたら、出てきた時にバラバラの、冷凍食品が出てくるということです、うん、なるほど。もう今チャーハン作ってますけど、はい、今チャーハンを作ってます。このですね、熱々のチャーハンをこのトンネルフリーザーで急速凍結したいと思います。そしたらですね、先ほどキッチンで作ったチャーハン、炒めたてのチャーハンを今からこのフリーザーで凍結したいと思います。今チャーハンの温度大体50度ぐらいありますね。これを今からこのバラ凍結機で凍結していきたいと思います。できてますね。はい、これバラバラに、はい、凍ってますね。そうなんですよ。もう綺麗に IQF されてますよね。はい、綺麗に出てきましたね。はい、もうバラバラに凍結されてます。もうマイナス30度までいってますね。しっかりと冷えてますね。はい、まあ、体積が小さくすることで、まあ、急速に凍りやすくなってるってことですね。そうです、そうです。はい、ということですね、まあ、今回トンネルフリーザーを紹介したんですけれども、トンネルフリーザーと別でまた違うタイプのものがこちらにあります。これがスパイラルフリーザーと呼ばれてまして、はい、まあ、これはデモ機なんでこういった中がシーズルで見えるようになってますけど、今後は断熱パネルで覆われてるんですけどね。はい、でこれ、まあ、スパイラルということで、まあ、螺旋状にこう登っていくんですけど、はい、まあ、冷凍の温度と風がある中を螺旋状に物が食品が回っていくということですね。そうですね、上から風がこう下に落ちてくるようなイメージですね、こちらのフリーザーは。はい、でまあ、トンネルフリーザーっていうのはこうまっすぐ直進するって感じなんですが、まあ、それだとスペース、場所がいるので、まあ、こうやって小スペース化するためにこう上に上げて巻き上げていくという
スパイラルも、これも冷凍食品工場でよく見るあのタイプになってますね、はい、これは本当一番ちっちゃなサイズですけど、本当はもっともっと高いあのコンベヤーが連なってるような形がこのスパイラルフリーザーになります。そうですね、はい、ということですね、今回あの実際あの急速凍結機も トンネルフリーザーというものを見せていただきました。まあ、私も全国いろんな冷凍食品工場行っていますけども、やっぱりこの急速凍結機トンネルフリーザーっていうものがもし冷凍食品を作る上での下支えになっているので、もうこれがあるからこそみんなが美味しい冷凍食品食べられるっていうことですね。でそれを知ってもらえてよかったです。で実際にもうこのトンネルフリーザー回っていて食品も凍らせてもらえるっていうところを見せてもらえる、丁寧に取らせていただけるっていうのはすごくありがたいので、まあ、本当に今日は本当にありがとうございました、はい、またいつでも来てください。ありがとうございます。ということですね、まあ、今回あのトンネルフリーザーを実際にあの見せていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございました。急速凍結ということであの実際に見させていただいたんですけども、まあ、この高橋ガリレーさんという会社は実際何をされている会社なんですか。はい、実際にですね、この先ほどいろんな、凍結やってきましたけど、このトンネルフリーザーはですね、もう65年の歴史がある、トンネルフリーザーですね、設計から施工まで全てトータル的にサポートしているこのトンネルフリーザーのメーカーですね。でこれが大阪の、本社、ガリレーグループの本社のビルの1階にこのミラボっていう未来のラボでミラボっていう形でですねありますんで、ぜひあの皆さん予約さえしていただけたらですね、皆さんいろんな商品をですね凍結することができるあのラボになってますんで、で実際キッチンとかもねございましたんで、そこで実際のですねお客様の実際に作ってる商品をその出来立てのものをすぐ急速凍結することが可能になってるこのテストラボなんで、ぜひ皆さん予約して来ていただけたらなと思います。まあ、実際あの食品工場さんとかですね、まあ、急速凍結機トンネルフリーザー検討されている方はぜひね、あのご相談いただければと思います。冷やすことに熱い会社です。冷やすことに熱い会社です。はい、ということですね、はい、まあ、この冷凍チャンネルではですね、こういったの冷凍食品や、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかも紹介しております。またね、この冷凍に関することでいろんな情報を発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK! 冷凍食品専門家、冷凍王子が人生をかけて作った一冊、冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本、今すぐ食べたい冷凍食品の本、レシピ付き自由国民社から絶賛発売中です。